皆さん、こんにちは。大樹でーす。あ、こっちか。お願いします。ゆうきくんでございます。イエーイ。ということで、なんかね、新進気鋭コーチのゆうきくんと、まあ、新進気鋭って言ったらもう5年ぐらいやってるらしいけど、今日もちょっとね、話をしていこうということなんですけど、今日、なんだろう、何がテーマなんですか？今日はですね、この、はい、別にも書いてあるあのセルフコーチングについて。何その T シャツ。自分のチャンネルを宣伝するためだけに作ったという。おお、ちょっと QR コード全部写してよ。 QR コード全部写して、写メ撮らせて。どんなね。 ありがたい。素晴らしい。いやいやいや、ほんといいね。それでは本当に撮ったら繋がるの？それで繋がります、繋がります。じゃあ皆さんぜひこっち、これでチャンネル飛んでください。ナイスナイス。それで何、セルフコーチング、セルフコーチング、セルフコーチングで、はい、イメージとしてはお医者さんとかがどうやって健康管理してるんだろうっていう気になる感じと同じで、不養生で評判のプロのコーチたちは何してるんだろうってちょっと思うんですよね。自分もプロのコーチじゃないですか。何してんですか？そうですね。自分とかだとこう、例えば目標達成とかで、はいはい、すぐ宣言しちゃうってことはよくやります。あ、なるほどね。それは重要だね。どうせほっといてもやらないので。なので、こう、まあ、ある程度やりますけど、やっぱ、うん、周りを固めるというか環境を整えるっていう意味で、周りにこう言っちゃうと、もう周りからあの件どうだったの、どれぐらい進んでるのってみんな聞いてくれるようになるんで、なんか自分でこうモチベーション高めてやろうとか、いいね、テクでやろうっていうのもこう手放せるので、なんかそれをまず言うってことはよく、いいね。基本我々周りを応援してくれる人ばっかりだしね。そんなのできねえよとか言う人ほとんどいないからいいよね、それはね。確かに否定する人ほぼいないですからね。そうだね、出しちゃった方がいいね、そうしたら。そうですね、言ってます。あ、ほんと公開ダイエットみたいなもんだ。なんか ね、だからどうせだったらあれだよね、言って進捗もね、報告したりとかってしてたらね、みんな応援してくれたり突っ込んでくれたりするからいいよね、非常に ね、アイデアとかも出してくれたりとか、こんないいことしかないね。他にはそうですね、例えば目標以外で、例えばこう、なんだろうな、なんだろう、かつ目標に向けて頑張ろうとしてるけど、動けないっていう時、うん、なんか不安があって、恐怖心があって動けない時とかってあったりするんですけど、そういう場合どうしてるかでいうと、紙に書き出してます、ひたすら。おう、いいね、うん。で、書き出すと、客観視できるので、ね、それをよくやってますね。イメージで言うと、自分のことは分からないけど、人のことはよく、あーだこーだ言える。そうだね、そうだね。だと思うんですけど、紙に書き出すことで、もう第三者的にこう問題解決に導けるんじゃないかって自分自身は思っていて、なので、いいね、いいね。全部出して、あ、もうできたっていうところで、さてどうしようって考えると、結構課題解決の方法とかが出てきやすかったりするんで、そういうことはよくやってたりします。ありがとうございます。いやいや、それは理にかなってるよというかね、エビデンスもあるしね、書いて、不安とか恐怖は特にいいっていうよね。やっぱり書いて客観視するとかさ、モヤモヤしてるやつはなんかね、何が恐怖なのか不安なのかが分かんないと対処しようがないしね。多分ゆうきくん言うように、客観視したらなんか能力が目覚めんだよね。なんだこれだけのことかみたいなね。なんでもなかったなってなりやすいですね。確かに確かに、そうだね。だしもうね、なんかやるしかねえかってなったりね。これ悩んでてもしょうがねえからやるしかねえかってなるもんね。悩むこととかに飽きる感じがありますね、書き出すと。あ、もういいやみたいな、なんでこんなこと。あ、確かにね。だからちょっと冷静なんだろうね、やっぱりね。素晴らしい。あ、ほんと。そんな感じ？他は？そうですね。他は、まあ、人間関係の悩みとか、まあ、人間関係のトラブルってよくあると思うんですけど、そういう場合とかだと、まあ、直接話すっていうのは、元より、そうだね。ゴールを決めて話すってことはよくやってますね。どういうこと？
なんか例えばあんまりなんだろうな関係性がよろしくない相手がいたとしたらなんか話し合いの場をまず設けてでその中でちょっと今うちら微妙よねっていうところを話していこう、ね、で、まあ、このままでいいとは多分思ってないよねっていう確認してでその上でちょっと話したいとで今日、まあ、1時間こう話すわけだけどなんか終わった時にこうどういう着地になってたらいいってこう確認を取った上でこう話し始めるってことをよくやってます。素晴らしい。ちょっと失敗しても不時着にはなるというかそうだね。いやいや素晴らしいよそれ、うん、わけじゃないよねっていう合意はもうなされてるんで、はい、そういう素晴らしい、はい、まあ、コーチングのテクニックなのかもしれないんですけどねコーチング的なまあそうだね。だしもうセルフコーチングというよりかはもう自分で解決に向かって行動してるってことだもんね。そうですね。いや素晴らしい素晴らしい。そうですか。いやセルフコーチングか悩むよな。悩むっていうのはセルフコーチングあんましないんだよね。あそうなんだ。だって、まあ、コーチング受けた方が早いとかあと客観視いや自分でほら処理できることっていうのはもちろんあるわけさ。そのね、目的から考えるとかね、まあ、そもそも目的が何かを明らかにするとかは、まあ、自分でもねやり方をいろいろ知ってはいるわけだし、あと、まあ、コーチングこれまで散々受けてきてるから自分のなんか目的だとか価値観だとかそういうのはもちろん分かっててさ、でそこから目標を立てることもできるしさ、でだから結局セルフコーチングが必要な局面ってなんかセルフコーチが必要というか、なんか悩むとかっていうのって、なんか新しいことをやるとかさ、なんか新しい目標を作るでもいいし、新しい目標に向かってチャレンジするでもいいし、そしたら、まあ、問答無用でコーチング受けるもんね、やっぱりね。だからさ、あんまさ、ねんだよね、で、ないんだけど、ひねり出すとよ、ひねり出すとね。ひねり出すと、ひねり出すと、セルフコーチング的なこと、まあ、セルフコーチング、広く捉えてよ。まあ、自分自身をいい状態にして、で、自分自身がこの、なんか目標に向かって進んでいけるとか、なんか悩み事解消できるとかっていうのに関連してやってんのは、一つは瞑想だね。もう、瞑想ですよ。ただ、これは瞑想。で、やっぱ、自分の脳のメンテナンスするっていうのをしないとさ、で、さっきのほらゆうきくんのなんだ一般にはさ、エクスプレッシブライティングって言ったりそれからあとモーニングページとかって言ってやってる人たちもいるけど、要は自分の思考をひたすら書き出すみたいなね。であれも結局自分の思考をこう客観視するっていうさ、ことができるようになるためにまあああいうツールを使ってるとかああいうやり方してんだろうけど、なんかそもそもこの自分を客観視できたりとかこの冷静にいい状態で見れるっていう能力自体を作っておかないとなんかこの切り離せないんでね書いてもね。でだからそのためには自分自身を観察できたりとか少し落ち着かせるためのもうこれは習慣ですよね。もう15年ぐらいやってますけど、はい、マインドフル瞑想、ね、はやってますと。あとね実は私も書き出しはやってる。なんかムカついたこともやる。ただムカついたことはムカつくムカつくって書いててもムカつくだけだから、だからなんか本当はどうしたかったとか、まあワンクッション何が嫌でどうしたかったか書いたりすることはあるけど、何が嫌でどうしたいですることもあります。であとあちょっと一回脱線するけど、私ねあれだわ、感情的になって怒ってる時はね許しますっていうマントラを唱える。許しますって言って許しますっていうのとで許しますとかね、なぜならって言って許す理由をいっぱい探す。でしっくりくる理由を探してであそうだって俺これはもう気にしなくていいんだってするね、相手のまあ自分がなんかこういうところが気になって反応してただけであなたには関係ないって許すこともあれば、まああなたにはあなたの事情があってでそれは私とね関係ないし別にあなたが向き合えばいいことだからって言って手放す時もあるし、許しますっていうのはねよく言ってるな。であと
逆にごめんなさいを言う時もあります。ごめんなさいごめんなさいって言って、ごめんなさいの理由を探す、自分が悪いと思ってない時でも、なぜなら、うん、そうそう、でなぜならって言って、で、あ、そうか、なんか自分のこういう態度がとか、もしかしたら自分がここでこう言ったのが気になったかもしれんよねとか、別にそうさせる意図はなかったっていうのを自分の中で、なんかなんかムカついたりしたらそうするかな。実はね、その書き出すときに怒りの感情を書き出してもあんまり効果がないっていう説もあって、でまあ なので、でまあアドラー心理学的にはね、怒りは二次感情で、その手前には悲しみがあるとかっていうから、一回悲しみにアクセスして、何が悲しかったのか、で本当は何を望んでたのか、そこに向かって何ができるかを書いていったらいいんでしょうけど、まあ許すとか、許すってのもすごい大切なんだよね。なんかね、もう手放すとか許すとか、であとこっちの日も認めないようにガチガチになっちゃうこともあるから、なんかこっちの日も認めるとかっていうのを自分でイメージしたり、必要なら書いたりとかってするかな。不安とか恐怖に関してはそうだね、ただひたすら書いたり、あと何が不安なのか恐怖なのかを書き続けたりとかってして、でなんかそこに向かってできることを考えるとかね、であとは必要ならできる理由を書くとかね、うん、なんかまあそういう、まあだからでもまあセルフコーチングだね、あ、してるわ俺セルフコーチングとか言ってだからまあちょっとしたなんかさ、悩みとかさ、感情的になったりするとするよね。あとはまあこれ見てる人がどこまでね、こんなのイメージつくか分かんないけど、あとフォーカシングを自分でするっていうのはやるよね。なんか謎の自分の感情とか身体反応とかがあるときは、まあそこに意識向けて、でそこが何を訴えてるかとか、何を従ってるか知るみたいなやつで、でまあ興味ある人はフォーカシングは素晴らしいんで勉強されたらいいよね、とか言って、今本がパッと出てこない待ちますよ。いやいやね、なんかトークでつないでてよとか言って、まあそれは必要なんだけど、あったあった、まあフォーカシングもいっぱいあるんだよね。あ、違うか、あ、そうそう、ね、なんか あれベストなおすすめ本が出てきたわけじゃないけど、これのね、池見先生って私大好きで、で、池見先生のフォーカシングの本とか、日本だと読むといいんじゃないかな。新書とかでもすごいわかりやすいの出てて、それがちょっとパッと出てこなくて残念なんだけど、この人ね、池見明っていう人、うん、素晴らしいと思うよ。で、ワークショップとかもやられてるしね、機会があったら、参加して、で、なんか自分の心と対話する方法っていうのだから学んだらいいかもしれないと。あとね、あ、そうそう、で、それを、もっと単純にやろうと思ったら、私が実はよく使ってるのがこれなんだわ。でってでってってってで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 っか、これも QR コードででってってで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 、M コカードってやつで、これリンク貼っとくんで、よかったら手に入れてみるといいかもな。で、あ、新しいの出しちゃったから、フーがついてるけど、私いくつも持ってんだ。で、これは、自分のさ、感情のカードとニーズのカードとが入ってて選べるんだよね。よいしょ。うん。よいしょ。うん。ね。うん。なんか、見れるかしらね。なんかね。この自分の、まあ、ネガティブなのもポジティブなのもあるけど、なんかこういう感情のカード。で、これで今自分がどんな感情を感じてるのかっていうことを、やっぱり自分の感情もね、なんか明らかにならないし、これ使ってみると分かるんだけどね、もう感情に関するボキャブラリーがいっぱいあって、そうそう、すごく繊細に自分の気持ちをこの確かめていけるというかね、何なのかっていうことをこう特定していこうっていうことができるんだよね。でその上で、その自分が求めてる、まあニーズって我々は呼んでるけど、その自分の感情が求めてるものは何なのか、感情が欲してるものっていうのは何なのかっていうことをこう探していくっていうことなんだよね。で、そうするとすごくまあ簡単に、その自分の今の体の状態からその奥にある自分が欲してるもの、今必要としてるものが何なのかっていうことがこう分かるようになるっていう感じのもので、これはまあうちの卒業生だし、私の友人のコーチが作ったものですけれども、非常にいいから使ってるな、これは。なんか自己理解をするとか、今自分に必要なものにね、気がつくために使っ
ってるかなとか。まあでもさ、あれなんだよ、コーチングずっとやってるとコーチング体質になってきちゃうから、普段からなんかね、目的を見てさ、でやれることやってさ、でできて結果見てさ、でできてなくてもなんか学べることを学んでさ、で自分攻めそうになってもできてるとこ見てさ、でなんか自分のこと勇気づけしながらさ、で自分一人じゃうまくいかないとさ、なんか周りの人との間でさ、癒されたり勇気づけされたりしてさ、で目標見直してさ動いていくみたいにさなるからさ、まああんま悩まないんだよね、そもそもね。でそれでも感情的になったら、まあ書き出してみたりカード引いたりフォーカシングしたりはするかな。であともうこれコーチングやってると分かるんだけど、自分で解決できない悩みはもうこれは抱えててもダメだっていうのもすぐ分かるから、そうしたらすぐ人に相談するよね。いいコーチがいっぱいいるし周りに。ちなみにその線引きはなんかこう人それぞれある感じなんですか？こう自分でこう取り組みがちょっと難しくて逆にこうコーチング受けた方が良いみたいなラインというか。何でもコーチング受けたらいいと思うんだけどね、基本は。で何でもコーチング受けたらいいんだけど、なんかさ、例えばね、カード引くなりさ、書き出すなりで5分10分すればそれで解決することとかさ、でなんか目的なんだっけとかさ、なんか今どんな行動を取ればいいんだっけとかさ、で、ね、自分でちょっと書き出しゃ済むようなことだったらとっととそれはすればいいよね。でだけどそういうことだって人と一緒にしたらそれはそれで良さもあるけど、まあでもね、時間もお金もかかるわけだから、まあ本当に自分でできることはしたらいいんじゃないかな。でだから全部相談すればいいと思うんで基本は。だけどまあね、いや、そうそう、何でもいいの。だから7つの習慣手帳でもつけてさ、でいやそれでだって相当人生うまくやってきるわけですよ。でだからそれで全然いいんだけど、でもなんかちょっと感情的にとかっていう時にさ、ちょっと瞑想したりさ、ちょっと書き出したりでね、うまくいくんだったらいいし、でそうじゃなかったらとっとと相談をした方がいいよね。で、うん、いやだからなんかあれなんですよ、ソリューションフォーカスのさ、世界でさ、うまくいってることはドゥーモアしましょうっていうのがあって、だからうまくいってんだったらドゥーモアでいいじゃないですか。でなんかちょっとこれやっててもうまくいかねえんだよなとか、思ったほど効果出ないよなっていう時は Do something different しましょうっていうことで、なんか違うことをやってみる、うん、もうケースバイケースだしね。で本当は全部人とやった方がいいかもしれないけど、いい相手だったらね、いいコーチだったらね。とかかな。ああでもいろいろ情報が消えた感じはしますね、うん、あとあれだよね、やっぱ自分自身いい状態にしていくことをやったらいいよね。でそれが、自己基盤強化とかってコーチング業界では言われてたりするけど、実はちょっとね宣伝だけど、私も2020年の8月の、後半ぐらい、まあ、10本ぐらいそれのビデオ出しましたけど、まあそういうのをやってると、それで結局まあ未来なんね、未来の自分の目的に向かってとかね、こうありたいに向かって生きていこう、そのためには、まあ、瞑想しようだし、そのためにはなんかいろいろ未完了のままほったらかしてることをね処分しちゃおうだので、人間関係境界線引いてね、ノーはノーと言える、お願いもできる、で人のことを応援できる人間になろうとか、まあなんかそういう幸せになる習慣みたいなものとか、ね、成功するための習慣っていうのを取り入れていけば、まあもちろん良くはなりますよね、うん、だけどまあはい、何にせよ悩んだらとか、あとはもっと自分が変わりたかったらコーチング受けるのがいいんでねえかと、うん、という結論で全然セルフコーチングなんなかったんだけど大丈夫。 あとさ、だからセルフコーチングチャンネルが何やるのか俺ちょっとよく知らないけど、これもいいのよ、アドラーはさ、本読みなさいって言ってて、でまあ、当時は YouTube がなかったからね。だから本読みなさいと。でやっぱり自分の考え方行動の仕方を変えたかったら、やっぱり他の人の考え方行動の仕方を知るべきだし、でまあ本出すような人っていうのはそれなりに見識があるから、だからそういう人の考え方に触れて、で自分の考え方をこうバランス取っていくっていうのがいいよっていうふうに言ってて、
まあ、それ自分の本を売るための方便かもしれないけど、まあ、それはそうだなと思って、だから、YouTube 見るのもいいしさ、で、もしね、その、セルフコーチングチャンネルの中でさ、こんなことやってみようだの、それから、こんな、何、質問についてとか、こんな問いかけについて自分なりに考えて、で、答え出してみようとか、それに基づいて動いてみようとかってやるんだったら、まあ、セルフコーチングとかバーチャルコーチングなのかもしれないけど、まあでもね、それはすごい価値のあることだなと思うけどね。うん、動画見ながらセルフコーチングできたら一番、そうそう、だから順番に質問してやったらいいんだよ。で、そうで、あ、それやってみましょう。書き出して、であと自分で書き出してさ、 で、うん、であとめっちゃゆうきくんが勇気づけしてビデオで。いや、そん大切だよ。なんかで、なんかさ、ない1月に一遍でもさ、3ヶ月に一遍でもその動画見て、またセルフコーチングし直してさ、あ、いいか、あと人間関係に悩んだ時編とか作ってさ、でいいじゃん、そういうのやってよ、ぜひ。それはすごいいいセルフコーチングツールだと思いますよ。その場でできちゃうからいいかもしれない。なんか文字情報よりもやっぱ聞かれるとやっぱ違うなっていうのがあるので、ね、やっぱさ、なんかセルフコーチングってちょっと自分一人じゃやりにくいから、誰かに聞いてもらうのもいいしね。で、あとカード使うとかもそうなんです。少し冷静になれたりとか、自分を客観視できるから、だから一人で頭の中で考えててもぐるぐるしちゃうからね、なんかそういう、まあ、フレームワーク使うなりカード使うなりで、なんかをした方がいいよね、うん、という真面目な結論になりましたけれども、こんなんで大丈夫ですかね。皆様よかったら参考にしてくださいということで、じゃあ。